こんにちは、たかぼんです。こちらの動画を見ていただいたということは、小さい財布気になってはいるんだけど、でも容量足りるんかなとか、使い勝手はどんな感じでお悩み中の方なんじゃないでしょうか。こちらの動画では、アブラサスという会社から発売されている小さい財布という名前の財布についてご紹介をさせていただきます。僕が実際にこの財布を使ってみて感じたメリットとご購入の際に気をつけた方がいい点っていうのをご紹介させてもらって、ご購入をお悩み中の方の参考になればいいかなと思います。結論、財布を小さくしようかなと考えているようなミニマリスト的な思考のあなたであれば絶対に買った方がいいです。この動画が見終わったらすぐにポチってもらえればなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まず何と言ってもこの圧倒的なコンパクトさがこの財布の魅力になります。僕が以前使用していたこちらのコーチの財布と比べると大きさはだいたい3分の1ぐらいになってるかなと思います。クレジットカードとほぼ同じサイズに設計をされていて、手のひらにこういう感じですっぽり収まるくらいのサイズ感になってます。かなりコンパクトですよね。あと僕が気に入っている点としては、財布の重さ自体がすっごい軽いんですよね。この財布中身がないと 32g しか重さがなくて、前に使っていたこちらのコーチの財布だと重さが 170g ぐらいあるので、重さで言うと6分の1くらいになってるんですよね。すっごい軽いです。僕は持ち物を、まあ、ポケットに入れるのがちょっと嫌なのでトートバッグを持ち歩いてるんですけど、カバンがすごい軽くなって移動のストレスがすごい減りました。皆さんも財布を小さくすると同時に財布の重さストレスから解放されていただければいいかなと思います。それでは財布の中身をご紹介するんですけど、まずボタンを開けるとこんな感じですぐカードを入れるところがあります。ちょっと番号が見せれないとかの関係があるので、ちょっと今は番号がないこのキャッシュのカードだけ1枚だけ入れてるんですけれど、1枚だとちょっとスポスポな感じですね。最大は5枚まで収容できるみたいなんですけど、まあ、僕は今のところ3枚ですね。楽天カードと楽天銀行のキャッシュカード、そして運転免許証の3枚をいつもは入れるようにしてます。最大で5枚まで収容可能っていうことなんですけど、5枚入れてる状態で使用してるとここの皮が少し伸びてしまうらしくて、まあ、5枚から例えば3枚に減らそうってなった時にちょっとここがスポスポになってしまいますよみたいなレビューを見たので、そこは注意点になるかなと思います。僕は今のところ3枚で使ってるんですけれども、スポスポになって落ちてきたみたいなことはないです。で、続いてカード入れを開けると、ここが小銭入れで、ここがお札入れになってます。あとここにはうっすら油さすっていう刻印も入ってます。あと僕は使ってないんですけど、ここにリングを通すような穴が開いていて、ここに鍵を取り付けたりすることもできるようになってるみたいです。小銭入れはこういう感じで蓋がないタイプになってて、使う前は小銭がちょっとポロポロって飛び出さないか心配だったんですけど、三つ折りにした時はこの部分が蓋になってくれて小銭が飛び出してくるようなことはないです。蓋がない分小銭をすぐ取り出すことができるので、まあ動作も少なくなっていいですね。小銭の枚数もちょっと今多いタイミングなんですけど結構入りますね。今で言うと848円、枚数で言うと12枚の小銭がちょうど今あったんですけど、これでも全然余裕で入る感じになってます。こんな感じです。全然閉まります。続いてお札入れになるんですけど、お札入れはこんな感じになってて、三つ折りの財布なのでちょっとこんな感じで折り目は入ってしまうんですけれど、折りたたむことはなくこのままの形でお札を収納することができるっていう風な感じになってます。ちょっと今枚数的には多いんですけど余裕ですね。実はこのコーチの財布からこちらの小さい財布に乗り換える前に、こちらの小銭入れとコインホームマネークリップをセットで購入して一度使ってみたんですけど、マネークリップに折りたたんだお札を1枚ずつ広げてレジに出して、受け取ったお札をまた折りたたんでってやってると、めんどくさいわ折り紙かって思っちゃって、まあ、速攻メルカリで手放すっていう失敗をしちゃったんですよね。まあ、それに対してこの小さい財布っていうのはこのコンパクトさでもお札は
は折りたたまずに収納ができるっていうのが、まあ、僕的にはめちゃくちゃ嬉しい点でした。まあ、現金を使う頻度が極端に少ない人であれば、先ほどの小銭入れのセットを使ってみてもいいんじゃないかなとは思うんですけども、まだ週に1回とか2回とか現金を使う機会があるよっていう方は、お札は折りたたまないで入れられるもの、こちらのお財布がおすすめかなと思います。お札で折り紙をするのはやめましょう。収納スペースはこのカード入れ、小銭入れ、お札部分しかないので、不要なレシートを溜め込んでしまったりすることもなくなるので、まあ、そこも良かったかなと思ってます。で、ご購入される場合はアブラサスの公式サイトだったり Amazon 楽天市場などでご購入されると思うんですけど、革の種類やカラーのバリエーションもすごくたくさんあるみたいなので、お好みのものを探されたらいいのかなと思います。僕は持ち物をモノトーン系で統一しようと思ったので、まあ、財布はグレーにしようと思っていて、こちらの色にしたっていう感じです。こちらの場合は値段は 1万1000円くらいでした。というわけでこの財布の紹介は以上になります。まあ、こちらのチャンネルでは独身サラリーマンの僕が買って良かったものだったり、おすすめのガジェット、ライフスタイル等についてご紹介をしていこうと思いますので、こちらの動画が少しでも参考になった方はグッドボタン、この動画が少しでも参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。